刺激の虜になってしまったのがブルドッグのロック君。その刺激とはガムテープ。飼い主さんが糸くずを取り始めるともうじっとしてられない。他にもやってよ。かわいい。ロック君おねだり。そしてああ気持ちいい。そうロック君、ガムテープで毛を引っ張ってもらう刺激がたまらなく好きなんです。これをやめてしまうと。ちょっとやめないでて、もっとやってちょうだい。今度はガムテープを長く伸ばして大サービス。たまんねえ。もうガンガンやっちゃってくれる。ああ気持ちいい。そうそこもう一回で前も引くみんなもハマるからやってみな。応援に行くと必ずあることをするというミック君。そこでお散歩を追跡してみると、落ち葉の中から加えたのは大きな枝。そしてうまくバランスを取りながら歩き出した。そう、実はミック君、この公園へ来ると大きな枝を探し、口に加えたままお家へ持って帰るんです。そしていよいよお家に到着。しかし激突。すごい衝撃だった。しかしミック君諦めない。縦向きに加え直し、引っ張り上げてゆくが、次の瞬間今度は椅子に引っかかった。どこで急いだの誰だよ。もう助け船を出した飼い主さんの後を聞いていくと、玄関脇にすごい数の枝。すごいよね。なんでだろう。これ全てミック君が持ち帰った枝コレクションなんです。いい枝落ちてる場所知ってたら教えて。県の水族館ウミタマゴで人気なのがセイウチのブブ君。貫禄たっぷりのブブ君は特技も男らしいという。それはなんと腹筋。これすごいよね。よいしょ。誰か入ってるんだよ。よいしょ。最近お腹周りが気になって始めたんだけど、体が重いから1回だけでも大変なんだよね。すごいね。よいしょ。すごいよ。あーもう限界。長野で芸の道を極めたペットを発見。日本舞踊教室の看板猫国松くん。では早速国松くんの素晴らしい芸を見せてもらいましょう。お手、そしてワンフリ。でもこれはほんの小手調べ。さらにすごい芸があった。なんと踊る。そう、国松くんはお師匠さんと一緒に日本舞踊を踊ることができるんです。表現力あふれる見事な手の動き。芸の道を極めた猫ならではの究極のお家芸です。これはすごいよ。ほりゃほりゃ。2004年面白ペット第1話。うちのしんのすけはとっても食いしん坊なためにみんながあっと驚くような技を編み出したんです。食いしん坊ならではの技とは何なのか。お母さんが運んできたのはしんのすけくんが大好きなリンゴ。しかしこの家にはあるルールが。実はしんのすけくんがテーブルの上に上がるのは絶対禁止なんです。上がっちゃダメよ。テーブルの上上がっちゃダメよ。とその時なんと体が浮いた。前足だけで体を支え宙に浮いたままリンゴを食べています。すごいな。あー惜しかった。お母さんテーブルには上がってないよ。最初はそんなじゃなかったんですけど、最近はこの辺りの筋肉がムキムキになってムキムキあちょっときました。というわけで堂々の1位に輝いたのは執念の技を見